どちらにも対応できる万能名目、万能表書きの文字が五香典となります。はい、皆さんこんにちは、かんちゃん住職です。今回はお香典袋の表書きやお香典の包み方などについて解説してまいりたいと思います。過去動画でも再三話をしている内容なんですけれども、これに関してのお問い合わせもね、定期的に届いておりますので、改めて詳しくお話したいと思います。親しい方の訃報を受け取り、お通夜やお葬儀に行く際にはご香典をご用意なされると思いますけれども、そんなお通夜や四十九日法要などその他法事に際しまして、ご香典袋のその表書きの書き方が違うのはご存知だったでしょうかね。お香典袋は香典返しを行う際の確認資料として保管するケースも多くて、表書きの文字が違っていたり、マナー違反を犯してしまっていると恥ずかしい思いをするなんてことになってしまいます。回送者として式場に向かう場面にいたり、ご香典の書き方がわからないとかね、誰の名前を記載すればいいんだっけみたいなね、そういった疑問や悩みを抱える方も多いものです。お悔やみごとの事前予測は困難であることから、ご香典袋の基本的な書き方をあらかじめ理解しておくことが社会人としてのマナーですよね。ご親戚やご家族、あるいは取引先と良い関係性を維持するための一般常識として、一般教養としてね、ぜひ今回の動画を最後までご覧になって参考になさってくださいませね。よかったらチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。まずそもそもね、香典というのは一体何かということなんですけれども、これはお香やお花の代用として個人に手向ける金銭を意味しております。まあ、一般的には香典袋、不祝儀袋にお札を包んでね、お通夜やお葬式、あと告別式に持ち寄るのがマナーとされておりますよね。そんなご香典の由来は、お線香が開発される以前の日本において関係者の持ち寄ったお香であるという説がございます。お線香の存在しない時代では、お香の煙を使って個人があの世に向かう際の道しるべを示しておりました。お香の煙を絶やすことなく焚き続けるためにはね、当然のことながら大量のお香が必要となりますよね。そのため、個人とご縁のある方々が皆さんでお香を持ち寄ってね、ご遺族の負担を軽減しておりました。このお香が現金に形を変えて現在のスタイルに至るというわけでございます。現在でもお香典は大切な人を亡くしたご遺族の状況をもんぱかり、金銭的に援助するためのものとなっております。個人やご遺族に対する心配りを示すために持ち寄るという心持ちは、今も昔も同じで変わりませんよね。そんなお香典袋の書き方や包み方など、そういった形式的なマナーを知って、それを守ってご遺族への気遣いや個人を弔うお気持ちを大切にして、お香典を準備したいもんですよね。ということで、お香典のいわれをご理解いただいたところで、お香典袋の表書きの書き方をご紹介させていただきます。日本のお葬式と言いますのは、約8割が仏教でのお葬式になります。でも皆さん、お知り合いの方の訃報を聞いた時に、仏教なのか神道なのか、あるいはキリスト教なのか、どの宗教のお葬式を行うのかなんてことはね、ご遺族に聞かないことがほとんどだと思います。そこで、仏教のお葬儀に使うご香典の表書きは、そのままご香典と書いたり、あるいはご仏前やご霊前などと書くのが一般的だと思います。この書き記す名目は仏教の宗派によっても異なってまいりますよ。では、ご仏前は一体どういう時に使うのかと言いましたら、四十九日法要とか、一周忌法要とか、三回忌法要などのね、そういった追善供養の際にお使いください。ただし、浄土真宗さんだけは例の考え方がありませんので、前もって浄土真宗さんと知っていれば、ご仏前を持っていくのが正解となります。即身成仏と言いましてね、お亡くなりになってから四十九日間の後に仏になるという考え方ではなくて、すぐに仏様になるというお考えですので、ご仏前を持参するのが正解となりますよ、浄土真宗さんはね。また、ご香典という袋がありますよね。これは、ご仏前やご霊前、どちらを持っていけばよかったんだっけなぁとね、わからなくなった時に、どちらにも対応できる万能名目、万能表書きの文字が、ご香典となります。
この香という字は当然のことながら仏教での言い回しでお香の香という意味になりますよね。仏教でしかお香は使いませんので、もし仏教以外のお葬式でしたら正確に言えば間違いということになってしまいます。ではその仏教以外の神道やキリスト教でのご香典の表書きは何と書けばいいんでしょうかということなんですけれども、正式な言い方をすれば神道ではご神前や玉串料、キリスト教ではお花料とか献花料と覚えておきましょうね。ちなみに神道の玉串料というのは弔辞に限らず一般的な神事でもお使いになります。他にもまあ書き方はたくさんあるんですけれども、特に使われて間違いのない言葉として神道ではご神前や玉串料、キリスト教の場合はお花料や献花料としてお伝えさせていただきますね。まあ、キリスト教の場合はカトリックでもプロテスタントの場合でもお花料で統一されて間違いございません。で、仏教式の法事ではご香典という言葉が宗派に関係なく使える万能言葉ですので、もしご霊前かご仏前で迷われた時はご香典と迷わずお書きいただければ問題ございません。ご霊前をお使いにならない浄土真宗さんの法事でもご香典とお書きになってご持参いただければ大丈夫でございます。さて、表書きの上半分はご理解いただけたかと思いますので、次は下半分の書き方について解説してまいりますね。表書きの下半分にはご自分の名前を記載します。お名前も表書きの名目と同じく正式には筆で書きますけれども、筆ペンで書いても問題ありません。この時薄墨で書きましょうというね、そういったしきたり作法もあるんですけれども、薄墨で書くようになったのはまあ近年になってからの話で、本来の作法とすれば薄墨にはこだわりっておりません。普通の墨汁でも大丈夫でございます。ちなみになぜ薄墨なのかと申しましたらね、突然の訃報で濃い墨をする時間がなかったとかね、訃報を悲しく寂しく感じるとか、涙で墨も薄まるという思いを込めた表現として、ご遺族の気持ちをね、おもんばかってね、薄墨で書くという日本人らしい思いやりの心の表れと言われております。ただね、薄墨じゃなくてもはっきり書いてある方が読みやすくていいなんてこともあるでしょうし、これはね、正直どちらでもいいと思います。まあ、ちなみに私は薄墨で書くようにしておりますけれどもね、やはり気になさる方もおられますので、おもんばかって私は薄墨でお書きいたします。さて、香典袋の半分より下の段の書き方ですけれども、回送者のフルネームを外袋の表面、水式の真下の中央部分にバランスよく書くように意識してご自分の名前を記載しましょう。これがもし3人のね、連名にて出す場合には、目上の方を水式の真下中央付近にお名前を書きます。その左横に2人目のお名前、さらに左横に3人目のお名前をこれで順番に書き記します。さらに4人以上の連名にて出す場合は、水式の真下中央付近にやはり代表者の名前を書きます。その左下に他3名などとね、添えていただければよろしいかと思います。また会社関係者などでの連名にて出す場合には、水式の真下中央付近には会社名と一同、もしくは学校名と一同などと記載いたします。部署単位でね、ご香典を包む場合は経理部一同などとね、中央に書きましてね、その右側に会社名を添えます。あるいは取引先など仕事関係のご香典で会社名や法人名を書く場合には、水式の真下中央に代表取締役のお名前を書きましてね、その右側に会社名や法人名を添えてください。そして左側に他一同というふうに文言を添えていただければ大丈夫でございます。さらに夫婦連名にて出す場合には、水式の真下中央付近に夫の名前をフルネームでお書きいたしまして、名字を除いた妻のお名前を左横に添えましょう。最後、夫の代理で妻が参列した場合には、水式の真下中央付近に夫の氏名を記載しましてね、その左下にうちというね、小さな文字を添えていただければ OK でございます。さて、お次はお香典袋どれにしようか決めかねることがあると思います。まあ、確かにね、お香典袋と一口に言いましてもね、いろんな種類がありますので迷ってしまうと思うんですけれども、これはシンプルにお香典の金額に見合った袋を選ぶようになさってくださいませね。お香典袋は黒白双銀の結び切りの水引きをかけたものを選ぶようにしてくださいね。一般的なお香典袋は外袋中袋の二重構造となっております。中袋というのは実際にお
金を包み、外袋の内側に収納する封筒のことでございます。中袋の裏側には回送者の住所、氏名などを記載いたします。一般的なタイプの封筒と同じように、郵便番号、住所、氏名の順番で書きましょう。あるいは、中袋のない種類のご香典袋というのもございます。そういった場合を使われるときは、外袋の裏側、下段に郵便番号などの簡単な住所と金額を記載いたします。そして外袋の表面には表書きを記載するということになります。では次にご香典の金額についてなんですけれども、包み金額には決まりはございません。決まりはないんですけれども、意味数字でもある奇数の4万円や9万円という金額はお悔やみごとには不向きですので、お気をつけくださいませね。あと封筒にご香典の金額を記載するんですが、漢数字で書く場合は略式でも問題ないんですが、できれば旧漢字でお書きになられるとなおよしでございます。例えば3万円だとこんなようなね、書き方になります。漢字表記になります。全部ね、金3万円という文字書いてあるんですけれども、旧漢字というのはこのこういう漢字ですね、こちらですね。まあ別にね、こちらの書き方でも問題ないんですけれども、もしご存知であればこのようなね、旧漢字で書いていただいたらよろしいかなというふうに思います。あとね、必ず金額を書くときは頭に金をつけましょう。金をつけて何万円と、で最後になりというね、字はね、つけてもつけなくてもどちらでも大丈夫です。はい、ではお次はですね、お香典のね、この封筒の入れ方なんですけれども、これまあ香典袋ではありませんが、まあこれ香典袋だとしましょう。こうやって香典袋をね、裏返しにこうやってします。香典袋をこうやって裏返しにしまして、ね、お金の表をこちら側に向けて、これ裏側ですよ。で、人物をこちら側に向けて、で、人物を下になるように入れます。そして閉じてくださいませ。これで大丈夫です。まあこれがね、2枚以上のね、お札を入れるときには、お金の向きをちゃんと揃えるようにして入れましょうね。で、ここで気をつけなければいけないことがございます。新札のお札をね、使わないように気をつけることなんですね。ここで新札を用いましたらね、ご不幸で見越して用意していたというね、大変失礼な表現となってしまいますので、新札ではなくて、お札を選んで使うようにしましょうね。新札ではないお札を選ぶようにしましょう。とはいえ、お札はね、新札しか手元にありませんって言われる方は、この新札をまずね、2つ折りにします。こうやってで2つ折りにしていただいて、折り目をつけてからまた伸ばして、この封筒の中にこうやって入れるようにいたしましょう。あるいは真ん中で折らなくても、上をね、ちょっとこうやって折り曲げていただいて、折り目をつけてから、そのまた折り目を伸ばして、ね、いただいて、こうやって封筒にご香典袋に収めると、ああいうような形を取っていただけたらよろしいかと思います。まあ逆にね、これ新札じゃないからといってね、シワだらけのお札とか破れたお札を入れるのも、これはまた当然失礼に当たりますので、そこもご注意くださいませね。では最後に、ご香典袋の包み方について解説して終わりたいと思います。中包みをやや下寄りに置きまして、左右を閉じます。裏は下の折りの上に上の折りが重なるように折ります。障子では必ず上側が被さるようにしますので、そこはお気をつけくださいませね。ちなみにケージの場合は逆で、下側が被さるように封筒を閉じますよね。そして最後は上から水引きをかければ、ご香典袋の完成ということになります。そして実際にお持ちいただくときは、ご香典袋を裸のままむき出しでお出しすることのなきようご注意くださいませね。必ず服装にお包みいたしましょう。ということで本日は以上となります。本日のお話が参考になったよと思われたそこのあなた、ぜひね、チャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。それではまた他の動画でお目にかかりましょう。かんちゃん住職でした。